ではご挨拶頂戴いたします。東京都知事小池百合子様です。お願いいたします。第35回立川よいと祭りのご開催、誠におめでとうございます。ご紹介いただきました小池でございます。私は4年ぶりの参加を大変喜んでいるところでございますが、あちらに2期の神輿、万灯神輿、そしてまたこちらに伺う途中にもですね、沖縄太鼓、そしてこれからはですね、松明が行われたり、そして賑やかなサンバと、もうこれでフルバージョンということになろうかと思いますけれども、こうやって伝統的なこのよいと祭りが、皆さんの多くの参加を得て、久しぶりに本格的に開催されますこと、まずもってお祝いを申し上げたいと存じます。また委員長おっしゃいましたように、この間コロナで本当に実行委員会の皆さんもどれぐらいまでやっていいものなのか、いろいろ迷うこともあったと思いますが、ようやくここまでたどり着いて、そしてこれまでのにぎわいをこのように取り戻すことができて、本当に皆さんも喜びのことだとこのように思います。そしてコロナの時はですね、本当皆様方もご協力いただき、この立川においてはですね、キャンピングカーを全国から集めまして、療養施設として有効に活用させていただきました。また大変なものですね、コロナが5類に移行したかと思うと、今度はまたインフルエンザとか、久しぶりに聞くプール熱とかですね、いろいろこれからもですね、換気とか手洗いなど、引き続きご協力いただくことが、皆さんの健康を守るという意味で必要なことだとこのように思っております。今年は多摩がですね、東京都に移管されてちょうど130年という節目でもございます。そしてますますこの立川の地は、この多摩モノレールが箱根ヶ崎までの延伸が計画をされているところでございますし、交通の結節点としても、そしてまた今日のこの伝統の的なよいと祭りをはじめとして、新しい部分と、そして古くからの部分との両方がですね、融合して、これからも開発、そしてまた、この伝統を守りながら進めていく、このような古い部分と新しい部分が融合して、ますます栄えていくこと、そしてまた都と連携して、これからも皆様方が住みよい安心安全な街づくり進めていきたいと思っております。委員長には自治会の方でも、いろいろとご協力もいただいております。これから夜の部ということでございますけれども、よいと祭り35回みんなで楽しみ、そしてますます発展させていただきますこと、心から期待申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。本日はお忙しい中ご出席をいただいております。誠に残念ではございますが、都知事におかれましてはご都合によりご退席となります。本日はご臨席を賜り誠にありがとうございました。